ず一つ目なんですけれども、はいはい、番組からのね、おすすめカレー情報ね、北九州のミラクマカレーをご紹介したいと思います。おいおい、この時間スタジオにお越しいただいております。九州市八幡西区でカレーと焼き鳥サイババーという出前のお店をされているザッキーさんです。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。松本です。もう本当突っ込みようがないんですよ、今の感じ。ちょっとこう知り合いでもあるんですけどね。そうそう、ジャッキーさんはね、ただ私今日お越しになるのも知らなかったですし、ジャッキーさんがカレー屋さんをしてらっしゃったってことさえも私は実は知らなかったんですけど、もともとジャッキーさんというこの方との出会いは、私はジュニアさんっていうね、福岡で活躍しているデザイナーさんと、コラボをして、まあ、ジュニアさんが作ってらっしゃる洋服に私のデザインを取り入れてもらおうっていう企画、テレビの企画が始まりで、はいはい、そこでジャッキーさんに出会いまして、最初はね、コサージュを作る人っていうことでの出会いだったんですよ、ね、そうよね、ジャッキーさん。そうですね、確か。びっくりして、で、今やカレー屋さんもされてらっしゃる。コサージュは今も？はい、コサージュの、シジゲコサージュも今もして、はい、で、カレーもしております。そう、もともとそのコサージュっていうのは、お父様が確か、あ、違いましたっけ？もともと母と一緒に作ってました。お母様がやってらっしゃって、そう、一緒にやってます。ですよね。しかもカンフーの、うん、ま、あの、カンフーの達人で、その本当に強いカンフーというよりは、エンターテインメントとしての、うん、カンフー、そうですね、ヌンチャクのショーとかね、やってる、はい、っていう、そんな方なんです。ほら、もうわけわかんないわけ。で、なんでカレー屋さんなんだっていうところですけど、またまたこのサイババーという名前も一体どっから来たんですか、ジャッキーさん。これですね、うん、あの実はあのインド語なんですけど、はい、サイって音、あの力強いあの動物がいますよね、はい、サイババーババーがインド語で父という意味で、はい、カレーの父っていう意味なんですよね。でそれで、まあ、僕中国に行ってですね、はい、あのカレーばっかり食べてたので、それでインドで中国にいたインドのそのカレーをキーマカレーですね、それを見て、あの、まあ、東京北九州に戻ったわけですけど、それでカレーを始めようかなと思って、ちょうど1年8ヶ月ぐらいテイクアウトもしております。中国はそのカンフーエンターテイナーとして向こうでカンフーを使ってエンターテインメントショーをしてた、そういう人着のショーをしたりですね。あ、じゃあその時に一番食べてたのがカレーだった。そうですね、カレーも食べてますね。中国意外と、はい、あのカレーの文化もやっぱり出てきてたんですよ。その時食べる場所はあんまり食べなかった。これイメージない。最近は食べますね。あ、うん、食べるようになってきましたね。で、中国でそのカレー、インドのカレーを食べてたの。本格的なキーマカレー、こういうね、ドライカレーですね。はい、スープっぽくなって、はい、キーマの、はい、はい、ドライカレーって感じで言うんで、へぇー、不思議、いろんなつながりがあってのカレー。まあ、もちもちのカレーもお好きなんだもん。カレーもですね、もちろんカレーもです。カレーバカといえばね、私はあのインドの、不思議なカレーだよ。あんま見たことないよ。これが いわゆるキーマカレー。そうです。まあ、汁気が全くなく、うん、今黄色い、これはドライカレーの上に、はい、まあもちろん具が乗ってるわけ、はい、スパイスも入れてですね、あとチキンが入ってますね。これサイババミラクルチキンカレーっていう一番人気のうちのですね、あのいわゆるですね、カレーっぽくない色、本当に黄色というか、そうそう、
ほら、日本で私たちが食べるカレーってやっぱりちょっと茶色味が強いじゃないですか。本当に黄色の赤色なんですよね。鮮やかなイエローっていう。高くなってほしい。マグロに高値がつくとワクワクするでしょうと話しました。最後まで競り合ったのは香港で寿司チェーンを展開する実業家で、近年銀座の高級寿司店と共同購入する形で最高値争いに加わり、寿司三昧とZヒートを繰り返しています。以上 KBC 朝日新聞ニュースでした。変わってお出かけの方、気になるお天気です。 KBC 天気予報、 KBC お天気センターの岡松さんです。よろしくお願いします。はい、失礼します。九州北部地方はまだ晴れ間の出ているところもありますが、これからは日本の
さっき美味しいカレーいただいたのに、そうだね、サイババーのカレーだからこそそのギャップがねギャップ怖え正解者がいた場合には、はい、このコーナー抽選で1名の方にモンドセレクションで最高金賞を受賞した福岡タルミヤさんのカレーには欠かせない、うん、カリカリラッキョ3袋入りをプレゼントいたします。これ美味しそうだね。しかもやっぱこれもお高級なラッキョだよね。はい、普段なかなか3袋で2700円相当だったじゃないですか。そう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 ね。いやでもなかなか高いよ。ぜひ皆さん手に入れるべく、うん、今回は一体何番目の辛いカレーを食べたのか分かっていただきたいと思います。そしてオッカーには罰ゲーム愛のビンタが待っていますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。まず宛先言っておきましょう。はい、イメールは ss@kbc.co.jp そしてファックスは効果09。ありがとうございます。
ウインナー入ってる、普通。ウインナー入ってるよ、普通。ウインナーカレーだったの、これ。ウインナーカレーだったの。あー、それ知らんかったけん。ウインナー、全然わかんない、私。うまいおっか。あー、芝居してますよ。確実に辛いんですね、はい、辛いですよ。じゃあ、あの辛いのを私にください、番号言わず。あ、なるほど。味見してみるから。はい、どうぞ。ほう、これなんだ。わ、やっぱやめた。